産業用ドローンなどを手掛けるスタートアップ企業の ALI テクノロジーズ東京都港区が2023年12月27日に東京地方裁判所へ破産申請し1月10日に破産手続き開始の決定を受けた帝国データバンクが15日付で報じた帝国データバンクによると同社は研究開発投資がかさみ大幅な赤字決算が続き 22年12月期は約20億円の当基準損失を計上するなど厳しい運営を強いられていたという負債は22年12月期末時点で約11億6750万円 ALI テクノロジーズは16年9月に元代表の小松秀平さんら東京大学で航空宇宙を研究する学生が中心となって設立したスタートアップ ドローンシステムや機体の受託開発のほかブロックチェーンデータベースの実装案件などを手掛けていた19年には東京モーターショー当時でドローン開発のノウハウを生かし空飛ぶバイクことクチャリズム X トゥーリズムを披露21年10月にはクチャリズムリミテッドエディションとして世界限定200台の受注を始めた 価格は7770万円で23年中の納品を予定していたまた22年には当時放送していた「仮面ライダーリバイス」とコラボし「仮面ライダーリバイス」が乗る「ホバーバイク」のベースに採用された同年3月には北海道日本ハムファイターズの開幕戦で新庄剛志監督が「クチャリズモリミテッドエディション」に乗って登場するなど話題になっていた 23年2月には当時親会社だった米アーウィンズテクノロジーズが特別目的買収会社スパックの米ポのキャピタルとデスパック契約により企業合併し米ナスダックに上場いわゆる SPAC 上場の日本初の事例として注目を集めた私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです 法整備も技術も何もかもが足りてないと素人ながら感じていました特に航空法と免許制度これらをクリアしないと圧倒的に無用の長者になり下がるかといって緩和すればいいというわけでもない航路の固定化や完全自動運転無線給電一定の緊急着陸拠点が絶対的に必要になるそれで初めて一般化するとは思います 自分で運転してしまうと途端に難しくなる空飛ぶ車やバイクってのは今まで SF 映画や漫画と出会ってロマンがあって頑張ってほしいなと陰ながら思っていたけど商売として成り立たすのは厳しかったんだね普通に考えればビジネス的に成り立たないとわかるはず最初から話題作りしてさっさとやめるつもりだったのでは 投資家からや補助金で集めた金でなく自分の金なら負けが分かる賭けにベットしない先端技術も実用性やコスパを考えないとこういうのができるというのと役に立つ実用になるというのは別物だバイスが変身したやつは CG じゃないだとと驚きがあったけどそりゃ特撮だからワイヤーで吊るしても良いんだけどさ 東映ってほら特殊撮影より生身のアクションが売りだから凡人からすると一見ほら見たことかってなるけど何事も先駆者がいるからこそってのがある廃校を貸してた町に賃料も支払わずにドローンしちゃったね無責任な経営者だ上場ゴールの資金を集めてドローンの餌食になった例になりました